どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、国際線の航空券のキャンペーンがですね、今ね、ANA で思いっきり海外移行セールキャンペーンっていうのと、JAL のね、スマイルキャンペーン、国内線ね、3月の8日から始まるんですけども、国際線はですね、先行して今やっているっていう風になりますんで、本日はね、こちらの2つのね、キャンペーン、解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ANA と JAL 国際線航空券の購入キャンペーンをですね、同時期ぐらいね、やっておりまして、どちらもですね、結構ね、お得になっているっていう風になりまして、またね、今燃油サーチャージが高いですよね。ですので、特典航空券とかでね、発券しようとすると、ちょっとね、必要マイル数とは別にね、燃油サーチャージがかなりかかってきてしまいますんで、まあ他のマイルでね、今利用するのがね、いいんじゃないかななんていうふうに思ってるんですけども、今回のね、国際線の航空券のキャンペーンに関しては、燃油サーチャージ込みっていうふうになりますんで、こちら込みの値段でね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ最終画面でね、めちゃくちゃ値段上がったりしませんので、まあ結構いいんじゃないかななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまず ANA からですね、キャンペーンはね、こういった形になっておりまして、国際線 ANA で思いっきり海外に移行セールということで、まずね、販売期間なんですけども、2023年の3月7日から2023年3月13日っていう風になっておりまして、搭乗期間がこちらね、路線によって分かれているっていう風になりまして、4月1日からですね、キャンペーン対象期間になっているのもあれば、5月の9日からね、対象期間になっているものもありますんで、概要欄にね、公式サイト載せておきますので、こちらね、チェックしてからね、日付ね、見ていただければなと思います。で、今回のね、ANA のキャンペーンはですね、3つのポイントがありまして、こういった形になってるんですよね。まず1つ目が、国内線の乗り継ぎ運賃無料っていう風になってるんですよね。これすごくいいですよね。通常ね、こちら1万6000円ぐらいするわけなんですけども、今回のキャンペーンね、国内線の乗り継ぎ運賃ね、無料っていう風になっておりますんで、これ大きいですよね。で、二つ目がですね、先ほども言った通り、燃油サーチャージね、込みの値段っていう風になっておりますんで、これもね、いいですよね。で、三つ目ですね。今回ね、ANA のキャンペーンなんですけども、ユナイテッド航空であったり、ルフトハンザグループの運航とかね、こういった便でもですね、今回の運賃ね、同額で設定されているっていう風になりますんで、もしね、ANA 以外のね、飛行機乗りたいっていう方も、今回のキャンペーンね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ個人的にはですね、サービスレベルで言うと、まあ日経のサービスをね、超えるってなかなかないかななんていう風に思いますので、まあ同額で乗るんだったらね、ANA がおすすめなんですけども、他のね、飛行機も乗ってみたいっていう方はですね、こちらね、見ていただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、キャンペーンの運賃なんですけども、まずね、9万円で設定されているのはこちらですね。ホノルル、クアラルンプール、ジャカルタ、ムンバイということで、こちらね、往復でこの金額設定がね、されているっていう風になりまして、もちろんね、座席の段数によってこちら変わってくるわけなんですけども、結構いいですよね。で、12万円の運賃が設定されているところが、ロサンゼルス、シドニーっていう風になりまして、19万円が設定されているところが、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、バンクーバー。あと、ヨーロッパ方面もですね、この19万円が設定されているっていう風になっておりまして、今回のキャンペーンですね、7日間限定のね、キャンペーンっていう風になってるんですけども、都市数はですね、全都市17都市に加えて、欧州乗り継ぎでね、さらに273都市、合計290都市がね、対象になっているっていう風になりますんで、今回ね、ANA が今までね、コロナでずっとね、国際線の大規模のキャンペーンってやってこなかったんですけども、コロナ禍後のね、初の大規模な国際線のキャンペーンということで、最大5割引きに、ね、なっているっていう風になりますんで、気になる路線ね、ありましたら、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次に、JAL スマイルキャンペーンの国際線ですね。JAL のね、スマイルキャンペーン国内線ね、こちらの動画で解説ね、させていただきましたけども、3月の8日からね、こちら国内線のキャンペーンが始まるということで、先行してね、国際線のキャンペーンがね、開始になっております。ちょっとね、国内線の話題が非常に強くて、国際線がね、あんまり脚光を浴びてなかったと思うんですけども、JAL の方もですね、燃油サーチャージなしでね、利用することができるっていう風になっておりまして、販売期間は3月の7日から3月の14日、搭乗期間は4月1日から7月13日までっていう風になります。で、対象路線なんですけども、まず9万4000円でね、設定されているのが、東京、大阪、
名古屋発のホノルルの往復ですね。こちらももちろん燃油サーチャージ込みっていった形になります。で、東京から香港、東京から台北ですね、こちらが5万3000円になっておりまして、東京ハノイ、ホーチミンで6万9000円、大阪バンコク、8万3000円、東京マニラ6万9000円、東京シンガポール8万3000円、東京デリー9万9000円、東京大阪名古屋、シドリーメルボリン路線が12万9000円、東京ヘルシンキフランクフルト路線が18万4000円といった形になります。 JAL の方はですね、 ANA と比べるとね、ちょっと少ない感じですかね。北米路線とかはね、一応キャンペーンのサイトに載ってないんで、多分ここは対象外だと思うんですけども、まあ、ホノルル路線とはね、載ってるっていう感じですかね。まあ、こちらに関してはですね、普通にね、先ほどちゃちゃっと調べただけでも、東京からハワイ路線ね、普通に10万円ぐらいでね、路線出てくるっていう風になっておりますんで、まあ、エコノミークラスにはね、なりますけども、今ね、燃油サーチャージ高いので、この運賃で、ハワイ路線とかね、利用することができるっていうのはね、まあ、結構いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、キャンペーン期間ですね、予定空いている方はですね、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。ということで今回ですね、国際線のセールのね、解説させていただいたわけなんですけども、とうとうね、JAL のスマイルキャンペーンが3月の8日からね、開始になるっていう風になりますんで、皆さんね、行く先決まりましたかね。私もね、3月の8日の0時になったらね、ちょっと参戦しようと思っておりますんで、まあどうなるんですかね。ANA の方はね、皆さん参戦されましたかね。はい、無事サーバーダウンいたしましたので、JAL の方もね、おそらくサーバー落ちるんじゃないかななんていうふうに思ってるんですけども、かなりねお得なキャンペーンっていうふうになっておりますんで、利用される方はねぜひね0時待機してね利用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。